はい、それでは作っていきます。まずフライパンに油を入れましたら、こちらに切った人参、キャロットを炒めていきます。で、次にこちらに豚肉入れます。で、豚肉を入れましたらこちらに、料理酒、クッキングワインを少量加えます。そして次にこちら焼きそばの麺を入れます。で、そしてさらにこちらに、少量のもやしも加えます。もやし。で、ここから味付けしていきます。まずこちらに中華スープの素少量、チキンスープ、で、そしてこちら塩コショウですね。塩コショウ、ソルト&ペッパー。で、そしてこちら、ウスターソース、ウスターソースを入れます。で、そしてさらにこちらみりんを少量、みりん、スイートクッキングワイン。で、そしてこちら醤油、ソイソース。はい、こちらで完成しました。ウスターソースで作るソース焼きそばです。最後に紅生姜を乗せて完成です。こちらもかなり手軽にできる料理ですので、ぜひ皆様もやってみてください。というわけで今回は以上です。もしよろしければまたチャンネル登録などお願いいたします。どうもありがとうございました。